信ください。はい、こちらスターバックスの新作フラペチーノ、お札バターハニーフラペチーノ飲みたいと思います。いよいよ食欲の秋が近づいてきましたね。これは気になるな。どういうのがなのか、どんな味なのか気になるんですけど、まあ早く飲んでいないとねって。どこへ移してんの。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは混ぜて、では飲んでみます。ごちそうさまでした。さつまいもの甘さと蜂蜜の優しさが見事に溶け合っているだけでなく、バターが入っていることで、ね、ちょっとコクのある深みもありましたね。ただ甘いだけじゃなくて、どうかまろやかさや優しさも感じるフラペチーノでした。当店の焼き芋フラペチーノよりも私は好みでしたね。さつまいも感はちょっと焼き芋のは強いんですけど、コクがあってまろやかで優しく落ち着いた気持ちになれるというのがとっても美味しかったです。というわけで今回飲んだスターバックスの新作お札バターフラペチーノは5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると思います。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。